ライヒエンベルクの戦いは、1757年4月21日に、米面北部、ライヒエンベルク郊外で行われた7年戦争における、戦闘である。プロイセン軍とオーストリア軍が戦い、プロイセン軍が勝利した。1756年冬、ピルナ包囲戦とロボジッツの戦いの結果として、ザクセン軍の降伏が行われた後、退治する。 広島領軍は戦役を閉じて東映に入った。エルベウガンにおいて、ラウジッツに駐屯するプロイセン軍は、ツィッタウを、米面北部に駐屯するオーストリア軍は、ライヒエンウェルクを、それぞれ前線基地として、東映中から国境をまたいで小競り合いを、繰り返していた。57年春、プロイセン軍は、米面への一大攻勢を起としていた。主ジ支援から精神する。 シュベリン軍の進軍を容易にするために、米面北部エルベウガン域に駐屯する、オーストリア軍をなるべく北に誘引する必要があった。ラウジツに駐屯するプロイセン軍を指揮するベーベルンは、3月中から活発に部隊を動かして、オーストリア軍の注意を引きつけていた。プロイセン軍の攻撃に備えて、米面北部のオーストリア軍も集結し、その指揮はケー、ケイニヒスエックが取った。 春以降の自軍の攻勢に備えて、全身配置された物資基地を守るため、テイニヒスエックは国境資金のライヒエンベルクで防衛線を起きとしたが、これはプロイセン軍の思う壺だった。4月20日、プロイセン軍はツッタウから米名への進撃を開始した。オーストリア軍の前哨部隊と衝突しながらの、航軍の後、同日夜に、 ライヒエンベルク北西ハーベンドルフに達したプロイセン軍はライヒエンベルクを目前に臨んで翌日の戦闘を起きしながら同地でや江した。対するオーストリア軍はライヒエンベルク北面からイエシュケン山に至る内イ渓谷の地形を利用した陣取りを行ってプロイセン軍を待ち構えていた。ライヒエンベルクの町はズデーテン山地の一つイーザー山地の南西の麓にあり ライヒエンベルクから西に2、3キロメートルばかりの幅の平地を過ぎると、今度はイエシュケン山があって、北を正面に東西に陣取ればその正面幅を限定し、両側面を高地に託することができた。オーストリア軍はこの2つの高地を両翼単として陣地化し、その間に広がる平地に主力部隊を展開して、プロイセン軍の行く手を塞いだ。ケイニヒスエックは、 陣地の起点であるライヒエンベルクを、戦列右翼端の防衛拠点とし、ラッシュを置いて守らせた。町の周辺の高地は要塞化され、ナイセ川がその裾を流れているので攻め手を寄せ付けず、配置された重砲が西に伸びる、自軍正面をよくカバーした。続いてナイセ川対岸の村ローゼンタールから西に、向かって、平地上に、野戦捕を築き、その背後に、 主力不評部隊を展開させた。平地を不評で埋めるには到底兵力が足りなかったので、平地の右翼から中央にかけてを戦列不評に守らせる一方、中央から左翼にかけてはポルポラッティが指揮する騎兵を集中配置した。騎兵部隊の西側、イエシュケンんの麓の高地にまた不評を登らせて左翼端の守りとした。その足元に広がる森の中にも、 不評部隊を配置し、逆もぎを植えて、陣地を構築した。騎兵部隊同士の戦闘になる場合は、騎兵の両翼にいる不評部隊が両側面から、敵騎兵に火力を浴びせて援護するという三段だった。このように、オーストリア軍の部隊配置はこの時代の通例とは、逆に騎兵が中央にあり、両翼を不評が担う兵力配置となった。 ケーニヒスエックには、ライヒエンベルクの賢人の他にもう一つ策があった。米面北部には、ケーニヒスエックが指揮する本体とは別に、7個、不評連隊と3個、騎兵連隊よりなる有力な、マクワイア主体が、ライヒエンベルク製方ガーベルに集結していた。ケーニヒスエックは、自分とベーベルンが、ライヒエンベルクで組み合っている間にマクワイア主体を、ツイッターから、ライヒエンベルクへの進路途上。 クラツオウに進出させ、敵の後方連絡線を切断しようとしていた。ライヒエンベルクの戦い戦郷図。青、プロイセン軍。赤、オーストリア軍図の中央上部にあるのがライヒエンベルクの町。オーストリア軍は、町からイエシュケンさんにかけて、東西方向に戦列を敷いて、プロイセン軍を迎え撃ったが、中央左翼を崩されて敗れた。 4月21日早朝、ベーベルンはガーベルからマクワヤ死体が北上して、ツッタウとの自軍連絡船上に進出しようとしているという報告を得た。ツッタウからの進路上には補給のための輸送車列が本体の後を追って行軍しているところだった。輸送部隊を守り連絡船を維持するため、ベーベルンはケーニヒスエックとの戦闘を前にして、遠平の派遣を余儀なくされた。 ベーベルーンはバルネリーに景気兵戦力の半分を与えて急破し、不評部隊の一部にもその後を追わせた。この結果ベーベルーンの兵力はケイニヒスエックに対して劣勢になってしまったが、ベーベルーンは攻撃を断行した。プロイセン軍はオーストリア軍に向かって最後の前進を行い、敵陣地にほど近いベルツドルフ付近でナイセガ支流、ベルツドルフ側に加強し、 敵前とかを決行した。ベーベルンは敵がとか阻止を図るだろうと想定して慎重にとかしたが、オーストリア軍は陣地によって戦うことを選んで、敵のとかを阻止するために打って出ることはしなかった。とかの間、ベーベルンはオーストリア軍の陣地を観察し、その上奥から中央にかけては堅固で、攻めがいのに対し、左翼には攻め口があるとみて、敵左翼に、 主攻をかけると決めた。途下後、ベーベルンはレストビッツ指揮する主力不評戦列に敵正面を抑えさせると、本体から抽出した2個敵弾兵大隊に大大使不評連隊の援護をつけて、敵軍左翼端の森の中に陣取る敵不評を叩き出せと命じた。敵弾兵は、森の中の敵陣地に対して、銃剣突撃を行い、オーストリア軍不評は、 一斉射撃でこれに応えるとそれ以上抵抗せずに森の奥に撤退した。ベーベルーンは間髪入れず、騎兵部隊に敵騎兵に対する突撃を命じた。龍騎兵3個連隊からなるプロイセン軍騎兵の突撃に対し、オーストリア軍の第一戦列を担うリヒテンシュタイン龍騎兵連隊は果敢に立ち向かったが、集荷的せず後方の第二戦列の方に配送した。 プロイセン軍騎兵は敗走する彼らを追って前進したが、ここで敗走したはずのオーストリア軍の左翼不評が森の中からプロイセン軍騎兵に側面から射撃を浴びせプロイセン軍騎兵は回覧した。プロイセン軍が敗走させたと認識していたのは森の奥にあらかじめ定められた第二戦陣地まで交代したに過ぎなかった。オーストリア軍の騎兵部隊はこの隙をついて 体制を立て直し、プロイセン軍機兵に対して反撃した。今度は、プロイセン軍機兵が敗走させられたが、機兵予備である、プットカマー系機兵連隊が戦闘に加入して、敵機兵の側面を突く攻撃を行うと、オーストリア軍機兵は再び崩れた。プロイセン軍機兵は盛り返して、再攻撃を行い、オーストリア軍機兵は敗走してポルポラッティは戦死し、 最終的に騎兵同士の戦いは、プロイセン軍の勝利に返した。騎兵部隊が敗走したことで、オーストリア軍の戦列には大きな穴が開いた。ベーベルーンはこの感撃に向けて、騎兵部隊、右翼不評部隊を前進させ、同期して、レストビッツの主戦列も、敵正面に対して前進させた。オーストリア軍の不氷戦列は健在だったものの、主戦列の左翼側面が露呈し、 のみならず、敵機兵に後方に回り込まれる恐れもある状態になっていた。ケーニヒスエックは関連して速やかに兵力を陣地から引き上げ、戦場からの撤退に移行した。右翼端の陣地から撤退したらしが、よく後衛を務めて、オーストリア軍は大護を保って撤退した。ライヒエンベルクで、本戦が行われている頃、後方のクラツオ付近では、マクワイアが、 プロイセン軍の後方連絡船上に進出することに成功していた。しかし駆けつけたバルネリーが内瀬川沿いにその騎兵を展開してオーストリア軍にとかの隙を与えなかったので幕綾アアは目的を果たすことができなかった。この時バルネリーは指揮下の騎兵を通例3列であるところを一列に並べてその兵力を優勢なものであるかのように装い、 マクアイヤアを欺いたという。作戦を断念したマクアイヤアは、ガーベルに交代、本体に合流するため南下した。プロイセン軍は、戦闘に勝利して、ライヒエンベルクを占領した。敗れたオーストリア軍も受けた打撃は、限定的であり、ケーニヒスエックは、戦況を仕切り直して、再戦を挑む考えだった。ライヒエンベルクから撤退したケーニヒスエックは、 ディーベナウまで交代してマクワイヤと合流し、同地で再び地形を生かした堅固な陣を敷いて、プロイセン軍を待ち構えた。ベーベルーンはライヒエンベルクからケーニヒスエックを追ってディーベナウに進出したが、その陣地が堅固なのを見て手出しをしなかった。ベーベルーンはこの時すでにケーニヒスエックが長く、同地に止まれはしないことを知っていた。ベーベルーン軍とケーニヒスエック軍が、 米面北部で退治している間、東のシュ主ジ寺園から、シュベリーン軍が米面に進軍していた。シュベリーンは、ケーニヒグレーツを守る、セルベローニー軍の前を素通りして、エルベウガンに渡り、ベーベルーン軍と合流するべく、精神を続けていた。味方によって守られている、はずの東後方から敵軍が現れたことを知った、ケーニヒスエックは敵の罠にはまっていたことを悟り、 ディーベナウの陣地を放棄して、プロイセン軍による包囲から脱出した。ディーベナウ南方に進出したシュベリーインは、イーザー川を間に挟んで進むベーベルンとの合流を、図りつつ、同時に西方向への進軍を続けて、北部米面の重要基地であるユング・ブンツラウの脱出を目指した。ディーベナウから撤退したケイニヒスエックは、イーザー川西岸を強行軍で南下し、 ベーベルン軍の追撃をかわしながら、ユング・ブンツラウを救出しようとした。しかしシュベリーンは、ケーニヒスエックに一歩先んじてイーザーガー東岸に、部隊を進出させ、オーストリア軍の西岸からの渡河を阻止することに、成功した。プロイセン軍は、ユング・ブンツラウを占領し、その物資をほぼ無傷で手に入れた。ユング・ブンツラウの救出に失敗したケーニヒスエックは、エルベウガン域の防衛を断念。 自軍に重ねて、強行軍を命じて、ユング・ブンツラウを西に迂回しながらイーザー川西岸を下って、エルベ・サガン・ブランダイスに撤退した。サガンへの撤退後、ケーニヒスエックは、エルベ川を障害にして、プロイセン軍の南下を阻止する体制を構築した。ベーベルン軍を自軍に合わせたシュベリーンの次の目標は、エルベ・サガンをプラハ方面に進撃する。 フリードリヒ大王直卒軍に合流することだったが、ケーニヒスエックがエルベ川をよく守ったので、これを渡過することができなかった。しかし、大王に圧迫されたカール公使が自軍の強化を優先して、ケーニヒスエックをプラハに呼び戻したので、プロイセン軍の渡過を阻止するものはなくなった。かくして、シュベリーンとベーベルーンも、エルベ川を南に渡過して、ケーニヒスエックの後を追い、戦役は、 プラハ海戦につながっていく。ありがとうございます。